今日どうでしたか？いやーもう人前で喋るのとかカメラの前で喋るのとかめっちゃ緊張しますね。そうですよね。なかなかね、カメラ回るとちゃんと喋れるか伝わるかっていうのが難しいところやね。そんな真面目な感じのあれアフターでいいんですかね。そうもっと砕けたやつかなと思った。もっと砕けていや、もう本当にめっちゃ緊張、初めてこうピンマイクとかもつけたんで、そうピンマイク、初ピンマイクなんかちょっと芸能人になった気がするよね。そうそんな感じがしてちょっと嬉しかった。三田市議会議員をしています三谷義雄、34歳です。よろしくお願いします。行政書士をしております坂本浩二、36歳です。よろしくお願いします。世の中はですね、今少子高齢化というのが進んでいるわけなんですけれども、この三田市でも同様に少子高齢化の波は押し寄せております。歴史的に見ても、三田市は10年連続人口増加率日本一を達成したという、輝かしい歴史があるんですけれども、逆に言うとその人口増加した方々がどんどん高齢者になっていくということで、高齢化の波っていうのはこの三田市に怒涛のように今押し寄せている最中です。今現在っていうのは過去からの積み重ねですので、この三田の今の発展っていうのはその過去の偉大な先輩方がこう築いてくれたものであるというところなんですけれども、今現時点で立ってみると、この三田市が今後どのようになっていくのかっていうのを決めるその大きな分岐点に立ってるんじゃないかなというふうに私は思ってます。でこの20代30代、40代っていうかな、若い世代っていうのはですね、その未来に責任を負う世代じゃないかなというふうに思ってます。20年後、30年後、50年後、その未来を考えたときに直接自分の身に降りかかってくる、その未来に責任を持っていろいろな価値判断ができる、そういう世代が今後のその姿勢というかですね、そのまちづくりにいろいろなさまざまな意見を言っていく必要性というのがあるんじゃないかなというふうに感じています。で今市議会の中の年齢のバランスっていうのを見てみても、その50代、60代、70代、それで3分の2以上を占めるような状況になっています。で30代は私、1人しかいない、そんな、バランスが、年齢構成のバランスが悪いような状況であります。で多様性っていう観点から見ても、さまざまなこう意見を取り入れる必要性があるんじゃないかなと思いますし、その20代、30代の若い人たちの意見を、私自身もその同世代として身近に感じて聞き入れることができますし、その未来を作っていくのは我々の手にかかっているんじゃないかなというところもあります。でこの三田市の未来を他人任せにはしない、それをモットーに私は日々活動させていただいてますし、今後もそうあり続けたいなと思っております。私は三田市が人口増加率日本一を記録した時に引っ越してきた人間なんですけども、我々の同級生であったりとかは大学を卒業して社会に出るということになると、それっきり戻ってこないというケースがよく見られます。三田市の人口というところは一時期爆発的に増えたんですけども、どうしても人口の流出というところを止められなくて、どん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 人口が減っていっているという状態です。でこれに対して、若者が減って高齢者の方が増えていくというような状況がこのまま続いていくと、どうしても社会全体のバランスというところがおかしくなってくるというふうに思います。社会はもう若者から高齢者の方、いろんな人の声を聞いて社会というところが成り立っていると思いますので、若い方が外に出る、もしくは関心が政治に対する関心がなくなる、行政に対して物を言わなくなるというようなことが続いていくと、どうしても三田市全体の政策というとバランスが悪くなってくるというところが否めないというふうに思います。我々のような30代が町に対してしっかりと関心を持ち意見を言うというようなところで、いろんな多様性が生まれるというふうに思ってます。なので我々のような世代が町に関心を持って盛り上げていくことが三田全体の未来を作っていくことだというふうに思ってます。以上です。
はい、私は現在三田市の北部に位置する、小野地区というところに住んでいます。小学校3年生の頃に三田市に引っ越してきて、小野小学校、上野中学校、三田星稜高校というふうに学生時代を過ごしてきました。三田市はですね、ニュータウンを中心とする都市部と農村部を中心とする里山地区が、うまいこと調和した町として成長してきたというふうに思っています。私が住んでいる里山地区はですね、どうしても過疎化が進んでいたりとか、三田全体で見ると地域格差が、あるというふうに思います。交通の便が悪かったりであったりとか、買い物をするにしたら駅前まで出ないと何も買えないというような買い物弱者の問題であったりとか、特に高齢化が進んできたり、人口が減ってきたというところもあって、空き家が増えてくるなどのいろいろな問題があります。どうしても市街化調整区域に指定されているということもあって、規制が厳しくて、現状としては何もできないというところがあると思います。なのでぜひ魅力再発見していただいて、三田市の地域格差をなくし、三田全体として、調和の取れた町、魅力のある町にしていきたいというふうに思います。私は今三田市は屋敷町というところに住んでおります。屋敷町というのはいわゆる旧市街と呼ばれるようなところなんですけれども、その歴史ある建造物とかがいくつかあったりだとか、その歴史文化にあふれた町となっています。で、出身校としては三田小学校と、あと三田学園中学校高校を私卒業しているんですけれども、この三田市にはですね、祖父母の代からいることになってまして、自分の子供を含めると4世代この三田市に住んでいるというそんな状況です。三田市はですね、ニュータウン開発を行ってきまして、阪神間のベッドタウンとして栄えた、その政策が実ってですね、人口の増加というのを達成したという状況にあります。しかしながらですね、今後その同じように人口の増加っていうのを求めていくのもなかなか難しい状況にありますし、また再開発っていうのを推し進めていくっていうのもそんなに簡単なことじゃないっていうのが現状としてはあるかなと思ってます。しかしながらそれに甘んじてですね、そののどかで豊かな旧市街と呼ばれるような様々な屋敷町を含めいろいろな地区がですね、そのまま廃れて寂れていくような、そんな状況だけにはしたくないなと強く思っているわけです。で、うまく新陳代謝、町の新陳代謝を繰り返すことで、その未来へと持続していく、そんな町にしていきたいなと。三田は旧市街と、ニュータウン、開発されたニュータウンと、そしてその坂本さんもおられるその里山と、そんな3つのバランスがあって、これをうまく融合させることで、少しずつでもその成長していく、この成熟の時代と言われる中でも成長していく、そんな町にしていきたいなと思っています。私が子育て世代ということもありまして、その未来を担う子どもたちへの支援というのは頑張っていきたいなと思っています。1年間その議員として活動させていただいた中でも、そのたくさんその支援、子育て支援については訴えさせていただいたんですけれども、どんどんこの三田市が子育てを応援する町になっていて、 できれば子どもが数が増えたりだとか、あるいは流入人口が増えたりっていうようなことがあればいいなというふうに思っています。で、その支援の形っていうのも、その子育て支援だけじゃなくて、例えばその学生向けの支援であったりとか、その子どもたちの学びについてもっと積極的になれるような支援の形っていうところを含めて、さまざまな支援を積極的に行っていきたいなと思っています。で、循環する、その持続する三田市っていうのを作るためにも、その今後のその世の中になってくれるこの子どもたち、今生まれてないかもしれないけど子どもたち、こういった子どもたち その育成っていうものは次の時代を作るのに欠かせないんじゃないかなと思ってますので、積極的にその辺りは頑張っていきたいなと思っているところの一つです。で、あとはですね、三田市その田園文化都市と言われるんですけれども、もう坂本さんも住んでいらっしゃるような、そのいわゆる里山、美しい里山、豊かな自然のあふれるところ、そういったところをですね、未来へしっかりと継承していく、今まで引き継いでいたものを次世代へしっかりと継承していく必要性があるんじゃないかなと思ってます。で、市街地でも高齢化っていうのはどんどん進んでいるわけなんですけれども、その里山にいられる方々の高齢化っていうのも、これはもう凄まじい状況で進んでいる、次の世代を
その美しい風景、里山の風景を残していくためにも、その次の世代の次の時代を担う担い手の育成、これも急務じゃないかなというふうに思ってます。あとはですね、私はその三田の地域を考える、いくつかの団体には所属はさせていただいているんですけれども、その、団体の意向を聞かなければならないとか、忖度しなければならないというような立場にいるわけではないんです。で、逆にそういった団体がないことから、世の中、まちづくりにはいろいろな課題がありまして、その課題について、その内容を本当に吟味して、中立の立場で物事を判断して、その課題、問題がどのように解決すれば、本当に今後の三田市の未来のために、いいのか、そういった判断がしっかりと下せるんじゃないかなというふうに思っています。地方創生という言葉が言われて久しいと思うんですけども、今コロナ、というところで、地方に対する注目というところがまた集まっています。で、私は行政書士という資格で、この時期コロナの支援サポート員として、各いろんな事業者さんの相談ごととかを受けたりは、していました。特にコロナのアフターコロナというようなことを言われていると思うんですけども、世の中は大きく働き方が変わってくると思います。特に今テレワークなどというふうに、会社に行かなくても働くというような、そんな働き方というところも言われております。特に三田市はベッドタウンというところもあって、外に働きに出るというところが特に多い地域だというふうに思います。で、今後はテレワークというところがどんどん進んでいくというふうに思いますので、市内にいながら働くというこのスタイルはどんどん浸透していくのは必須だと思います。ですが、三田市自体はやはりまだテレワークに向いている都市とは言えないというふうに思います。なので、このコロナ禍で働き方が変わる中、環境整備、これをしっかりしていく、働きやすい街にする、これが急務だというふうに思います。で、こういうことで働く人が増えて、三田の町に住む人が増えて、人口が増え、三田の財政が潤ってというところが、三田の未来を作っていくというようなところに対しては重要だと思います。で、三田の人口が増えて、もっと市民の方が活発になり、消費活動などが活発になることで、町全体の経済というところも潤ってくるというふうに思います。それが豊かな町づくりすることには必要なことだというふうに思います。10年後も三田に住んでいてよかった、住み続けられる町にしたいというふうに思います。若い世代がもう出てってしまって、ちょっと元気ないかなというところがあるから、若者がなんか帰ってきたい街みたいなところになったら、もっと未来あるんかなと思うよね。そうですね、さっきも言われてたように、その学生とかがやっぱりどんどん出ていっちゃうっていうのはあって、もう議会でも一回言ったこともあるんですけど、そういうのをそのどんだけ U ターンというか、あるいは I ターン、J ターンも含めてどれだけその獲得できるかっていうのはかなり重要な視点じゃないかなと思ってます。だから暮らしやすい街っていうけど、働き先が三台なかったらどうしてもやっぱ外に働きに行くからさ、ベッドタウンになっちゃう。そうよね、ベッドタウンって言ってるのをずっと引きずっていくと、もう未来ないかなと思う。だからそうよね、だからさっきも言ったけど、働くっていうところに何か注目するポイントっていうところが、あったらなっていうのが一番言いたいところかな。働き場所っていうのも大切やなと思いますし、でやっぱり今子供の生まれてないっていうのも結構あって、三田市はその出生率も結構低かったりするんですよ。それは流入人口の方のそのファミリー世帯を流入させるっていうのに頼ったっていう町の作り方っていうところも一定あるんですけれど、でもやっぱり全体としてもね、結構低いっていうのがあるので、それをどんどん上げていきたいなっていうのはあります。だからファミリーで
育ってきた子供が出ていくからもう下に続かないよね。そうですそうです。で残されたのが今ちょうどそのいわゆるさっきも何回も言ってます人口増加率の その世代が今ちょうどねその60を超えた定年になったっていうところで、うん、そのいわゆる高齢者になられるわけなんです。 そうよね、そのサンダーを支えてくれた皆さんが今高齢者になって、うん、今度次世代のこのサンダーをどうするんだっていうのはやっぱりその僕たち若い世代が作らないといけないんじゃないのっていう。そうやな、この一気に高齢化して で一気にあの、まあ、人口減るっていうこれ本当に危機的な状態やから、まあ、人口のバランスも考えたら若者とかどんどん町に入ってくるとかさ活躍する町にせなほんまねあかんはずやろなと思うけど、そうサンダーの未来をねやっぱ作るのはこう、うん、若い世代じゃないかなと。この前の味噌知識でも挨拶させてもらった時に君たちの手にかかってるんだって僕言わさせてもらったんですけど、だからほんま味噌知識みたいなんとかがほんまにいいあれアイデアやったと思う。そういいアイデアだと思いますね。あれもとてもいいなと。街づくりにこうつながるような形で30歳っていうのは節目になったその皆さん、うん、その学生ではないそのもう働き始めてある程度人生その過ごしてきたっていう中で、うん、今その集って新しいものを作っていくような未来を作り上げていくっていう仲間として集まれるよっていう場かなというのも思ってたんで、うん、まあ取り組みとしてすごいいいなっていうふうに思ってます、うん、そうやな。企画自体はもうほんまにすごいよね。ああいうのがないとやっぱ戻ってこないし、うん、そうですね。で楽しさもやっぱりありますからね。ああいうのでうちあの中学校 区分で人集めてたんやけど上の代担当の上の男子担当やったんやけどやっぱ久々にこういうのがないと声かけないよね。で結構やっぱりみんなあのおお久しぶり言うてウェルカムしてくれる。同窓会とかやったらさ気軽に誘えたりするからこういうので会いたん言うたんなんかお久々に戻ってきたら年取ったら三代に戻ってくるのもええかなとかさ、うんうんそうですね、ぐらいのきっかけ作りがやっぱできたらええと思うよね。じゃないとさあのファミリーとかさ外の人を入れようとしかせえへんやん。じゃないと出てった人をもう一回戻ってくるみたいなことをせんと解決にはならへんと思うよね。これからやっぱり少子高齢化が進んでるっていうところは、うん、その日本全国そうなんでもう獲得の試合っていうのもある程度上が見えてるというか無理があるんですよ。人口の奪い合いしたってそうしょうがないでここが勝ってもどっかが廃れるだけですから、うん、でとなるとやっぱりそれが昔教えてもらった保守っていうのが自分たちのあのことは自分たちで頑張るっていうのがまあ保守の源流だよっていうふうに言われたこともあるんですけど、この三田市をどう持続させていくか自分たちの力である程度頑張らないといけないっていうところもあると思うんで、うん、そこをねこういわゆるこう働いて結婚して子供生まれて、うんまあ、次の世代へっていうこのいい循環をね三田市の中でもしっかりと作ってますよと、まあ、一瞬外に行ってもちゃんとみんな三田いいぞと思って帰ってきてくれるっていうようなそんな街になればいいなと、うんまあ、ふるさとなんでねその通りだと思う。